ございます。ありがとうございます。安定の10番。この番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。一プラ水穂台店は東上線水穂台駅1分の雨も我慢できちゃう駅近のホール。膝が痛むユーザーも安心の広々としたワンフロア設計。心を動かすのはいつだってとびきりの笑顔。1台目はマジ絆いきたいと思います。顔のテカリは気にしないでください。さあ行きましょう。とにかくねプレミアいい演出を狙っていきたいと思いますんで、ちょっと番組の景気づけに6ベル3ベル振動術なんかください。フリーズでもいい。さあチャンス目引いてます。92設定6なら、ね、ガンガン上げていくと思いますんで、はい、139後期で出ます。後期はい、1ゲームで8点と少々飛んでいる。はい、もらった。143ゲーム、しのぎと生まれた定めじゃ、やしゃばるよ。さあ、巻物ドカン、巻物ドカン、これで当たっちゃえばいいのに。お見事です。はい、お見事。青さあ、初めはもう絆で当たるまで絆でいきましょう。1回目はね、さあ頑張って6ベル3ベルいっちゃって、いけいけ。449ないね。はい、いかない。はい、一発目はスルー。さあ降格スタート。サクサクいこう。サクサク、なんかめちゃめちゃいい音してるな店内。振動術か。はい、49ゲーム、すごいな。やっぱり、まあ、12台ぐらいあると、まあ、1日1回ぐらいフリーズ引きますわね。フリーズ振動術はね、確率的に考えても。いやー面白い。まあ、まあ、自分が引かなきゃダメですからね。私の番もそろそろ来ると思ってます。頑張れ肉まん、見せ場がないぞ最近。はい、追加投資が止まりません。1万円って早いな。よし、73ゲーム。おい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 、はい、500ゲーム到達。いらないやつ来ました。500ゲーム強チェリー。いやースラタン、ちょっと500ゲーム回したからちょっと見よう。はい、500ゲーム分のエロ画像。
緑ランプ以下だったら発狂します。ああ大丈夫かな。白BC2 回目投資が1100万円。ゴールベル出すしかない。あ、ゴールベルすらない。やばい、やばい、台に座ってしまった。やめようかな。やめてジャグラでも打とうかな。ジャグラだったら少ないは、ね、少なくともね100枚は出るんですから。追加投資40ゲーム。ジャグラの要素です。ペガペガジャグラと一緒です。はい、44ゲームやりました。まあ強制引いてからの巻き物だったんで、まあ降格だったかなんだか。よろしくお考えいたします。さあ嬉しき予感出ちゃったよ。46。赤 BC でおぼろ覚えてたんで確定。さあ行こう、出すぞ。サンベル、BC が3回目。カットイン、グーカットイン。ないないないよね、そら。よし、こっからです、勝負は。コースが23000。なかなかですね。25% の雰囲気がプンプンしてますけど大丈夫ですか。ここで1000枚ぐらい取り返さないと2日連チャンの、投資5万が見えるよ。おーい、来るよね。4対6。よしか、チャンス。
1個あれば十分。いけるいける。強気でいこう。こんなね、ET1 回目でこれだけもう切羽詰まって追い込まれてるやついないです。ゲーム数こそ長かったが、こらえたよ、こらえたよ、こらえたよ、あるね、よし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 、え、ここで攻撃出る、お、ラッキー、押しじゃん、うまい、よし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 、さあ頑張って、よし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 、いいぞ、ナイス、通り過ぎていきましたベルが、よし来た、出てて弱点、あー引かんなー、レア役を本当にずっと引いてない、うーん怪しい、お願い、あーやばい、あー引けない、よし、あった、ありました、あ、これチャンス、チャンスが行きましたね、いきなりね、あーここで引いちゃうんだ、55ゲーム、お、これは、うわ既存、よしいった、うまし、よし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 、筐体ラップ赤よ、やばい、ちょっといい回、いい回来ましたよ、本当に継続率も持ってる、当たんないんだな、あ、当たったか、おいしょー、いただき、おー、うまい、同色だったら最強だった、さあ継続率も期待しちゃう、あと外2つか、僕はいいんですよ、継続率降格ともにね、チャンスよ、よー、アリュー、
残念だけど。さあストッカート以降かな。やっぱり普通だったっていう結果で終わりそうな気がする。頑張れ頑張る。あーさっき惜しかったな。赤文字いけるよ。中限モード。お見事です。だから次回予告はねいいんですよ。合格もついちゃうよ。そうだね。なかったです。さあ最終セット。6、6、4、4、4、4、4、4、よしよしよし、広角がついてる。シナリオよし。よし。いやー強制いらん。いるけど、いるけど今じゃない。赤文字赤も、あ、花火出ました。聞いたか。よし、よし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 、強制2個。勢いがなくなった。あーダンスアップが一個もありませんでした。あーやばい、いけるか。ダメだった。残念、1200枚ジャストです。
さあ投手はまくりました。ちょっと設定自体はよくわからない微妙 な気がするので、ちょっとモード見て、ちょっと店内状況見て決めましょう。今のが初 BT ですんで、ね、あのテーブルも何もまだわからない状況。まあ一つ言えるのは弱地がすこぶる悪い。おお、強調で大エフェクトフリーズ。まだまだフリーズはしませんでした。まだまだモード上がれ、モード上がれ。あそこだけ絵が手抜きなんですよね。大好き。ああもう動色が出なさすぎる。状態しろ。もうやめてもいいね。はい、おぼろ。当たった。一発エフェクト入ったんで同時揃いしましたね。ラッキー、引き強、ほぼは引き強だね。じゃあ口へ、いけ、よお、おい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 、どうした継続率もしくはストック。おい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 、どうした今日は違うぞ肉まん。よし、ここ頑張る。せい、きた、降格ゲッツ。危ない危ない。おらららららら、いけいけ、うわー、やられた、やられました。惜しい。まあでもプラスさっきのとトータルで、まあ、約1500くらい取ったって感じですね。いや惜しかった。フリーズした。隣のお客さん、お母さん、やる
母さん3万分の1引いちゃうんだもんな。はい、当たっておりますと。はい、苦手克服。弱い。よし、いった。オッケー。さあ、頑張る。はい、ここでベル引く。いけ。あー、ダメだ。弱え。あ、押すの忘れた。はい、赤カットイン。はい、馬押し。はい、番長ボーナス。これっすね。対決か。いやー、ベル引いてるけど弱い。はいよ、いいね。射程よいしょ。ほらどうだ。青。はいとりあえずストック1個ね。あ、ループ取ってる。やば。さあ、まだ行くよ。はい、出ました。赤カットインと。さらにまたこれループ取れるから、まだらは。はいよ。青か。弱え。何か裏で乗ってなかったらもう終わり。あー弱い。あ、終わった。やっぱりぴったり。はい、550枚。伸びねー。あー、ダメだ。560ゲームはめ倒しました。もうないな、これやめよう。やめます。減らしただけ。あー、下手くそ。パチスロが下手くそ。はい、実戦が終了いたしました。朝、まあ、並びが10番で入場して、いつも通り一番ね、やっぱりこちらのお店で、人気のバジ絆に挑戦しているわけですが、やっぱり狙っていただいね、にしっかり入っていたというのはあったんですけれども、まあ、常連さんが座られた台が設定6だったようなんですけども、私はやっぱり10番という並びでそれに座れず、挙動が悪くない台だったんですけれども、まあ、ちょっと根負けしてしまいまして、ちょっと最近見切り早いんじゃないのっていう話あるんですけど、まあ、なかなかハマりもしないんですけど伸びもしない。そして、絆でいうと設定判別の要素のね、同色の BC とか、ね、謎当たりとかもしませんし、いいテーブルもなかなか良、くなく、モードも上がらずっていうですね、まあ、ちょっと何とも言えないような状況だったので、まあ、見切りをつけてやめましたが、まあ、マイナスそこで投資が1150枚というところで、なんとかこう取り返せるんじゃないかという感じだったんですが、まあ、1000枚弱とりあえず出たところで、
まあ、ちょっと見切りをつけてやめて、他の台をちょっと物色をしておりました。で、まあ、店内徘徊してたらですね、やっぱりこちらのお店さんが、バジ絆とあとは今番長3がかなりこう力を入れられてるっぽくてですね、お客さんずっとついてたんですけど、まあ、私も番長3に挑戦をしてですね、今日挙動のいい台が、まあ、昼過ぎぐらいにはやっぱりちらほら空いてきたので、まあ、ちょっとそれを打ってみたところ投資500枚ぐらいで、いただきジャーに引けたんですが、かつその中でなんと私、ね、あのパン コパンダの小窓、ね80パーループ引いたんですが、なんとも、ね引きが弱くて、結局、まあそこで回収が550枚ですか、まあ、ちょっと、引けなくはなかったんですけど伸びなかったっていうのがバジキズナも番長もそう でその後に何をちまよったかまたリノに行くという、ね、この超悪循環、ねやまあ、トータルの結果で申しますと投資が1500枚回収が0という形になりました。なかなか戦える状況、店内の状況をちょっとデータで見ていただけると分かるんですけど、バジキズナはもちろん設定6入っているのと、まあ、偶数設定4の挙動が結構多かったんじゃないかなと思います。大ハマりするとかなかったので、あとは番長3ですよね、半分以上、まあ、一応データ上はプラス域なんですよね。なんで私負けたんだろうっていう、それぐらいのデータでしたということで、まあ、やめ時だったり攻め時だったりちょっと見誤ってしまったんですけれども、まあ、ちょっとね粘って打つとか、もうちょっと上手いことを打てばなんとかなるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと次回は、まあ、少なくとも勝てるように、挑戦したいなと思います。ちょっと謎にリノとかちょっともうやめようかなと思ってるんですけど、まあ、メインコーナーで、打っていれば負けないんじゃないかっていうぐらいの、挙動だったと思うので、ちょっと次回はそちらに挑戦したいなと思います。それじゃあ今日はもうこれで帰ります。汗びっしょりですけども、お見苦しいところご覧いただきましてありがとうございました。